さあ、では始まりました、ぼてちゃんです。さあ、今回はですね、5月30日に行われた英検準1級の語彙問題すべて解説ということになりますね。やっていきたいと思うんですが、今回はですね、いろんなところでね、今まで紹介してきた一番英検ね、準1級や1級の語彙問題に適しているのはデタタンだよって紹介し続けていたら、なんと、コラボレーションが実現しました。このチャンネルだとかね、武田塾イングリッシュチャンネルとか武田塾チャンネルでもね、紹介していたデタタンオファーいただきまして、やっていきたいと思います。で、今回準1級の問題、まあ25問合意問題があるわけなんですが、デタタンのですね、正解に出てきたもののカバー率は25分の24ということで、一つのイディオムだけ載ってなかったですけど、あとは載ってました。だからこれは市販で出てるパスタンとかよりもはるかに高いんですよ。で、アプリなんで概要欄貼ってありますんで、ダウンロードしていただければと思うんですが、載ってなかったやつも載せてくれます。もう今回の問題も3日後には全部アプリの中に入ってるって言ってましたんで、で、過去に何回出題されたかっていうのもデータとして全て収めてあるものなので、まあカバー率がとんでもないんですよ。後でアプリ自体はやってみようと思うんですが、すごいですよ。もう僕が最初に使ってた頃とは比べ物にならないぐらいいろんな機能がついてめちゃめちゃ便利になってますね。では今回の問題いろいろ見ていきたいと思います。まずは、そう、問題自体はね、映しちゃいけないので、著作権上。だから、正解の選択肢を教えていきますね。redundant ですね。余分なってですね。and とか波なんでね、こう波が立つぐらい、ボーンですね。溢れくっちゃってるよっていうのから来てるやつですね。これだからね、大学受験でも大事。次は probability、可能性なんで、これは基礎単語ですね。low probability っていうコロケーションで出てますね。で、次が ironic、その irony ね、皮肉なってですね。ソクラテスが、無知を装うとかっていうとこから来てる単語なんですよね。で、次は inflict ね、これは重要です。大学受験でもね、難関大問われますので、今回の問題は、inflict damage on the environment っていう形で出てたんですけども、そう、ダメージをこう与える、この flict がね、叩くなんで、conflict とか、そういうのでも出てきますんで、こいつは押さえておくといいですね。他のね、選択肢の enhance なんていうのはね、まさにデタタンの準1級の1問目の問題ですね。こう、高めるとか、より良くするってですね。この間の、浪人生の授業でも確か教えましたね。で、vanish, disappear, 消えるってやつもめちゃめちゃ出ますね、入試問。っていうのもね、意外とね、入試問題出てきますから、難関大でもね。これも今週高校生の授業でやったな。次がフォービア、恐れってやつですね。クラストロフォービア、閉所恐怖症とか、ゼノフォービアとかね、外国人嫌いとかね、そういうので出てきたりするやつね。で、今回はオーバーカマフォービア、その恐れをこう乗り越えるっていう、そういうコロケーションで出てました。次がエクゼンプトでね、はい、エクゼンプトなんとか、フロム何々っていうことですね。だけど、X が外なんで、そこからこう出るんだなみたいな感じで覚えておくと覚えやすい単語。次はトランスフォームを変えれば簡単ですね。トランスは超えるとか変える。でフォームが形ですから、その形が変わるっていうので、これ覚えやすい。続いてマイルストーン、これね、重要単語ですね。重要な出来事とか画期的なことっていうのを表すやつですよね。マイルストーンっていうのはそれぞれの1マイル1マイルのところにこう石を置いていくっていう印になる。だから比喩的にこの道の中でのすごい印となるものっていうところから来てますね。ランドマークなんかと言い換えられますね。これ押さえておいていいですね。次が profoundly ね。profound っていうのはこれも押さえておいた方がいいです。今回 profoundly happy っていう形で出てたんで、そう、profound っていつも言うんですけど、深いだけで覚えるんじゃない、すごいっていうイメージを持っておきなさい、ね、だから profoundly って言ったらすごく嬉しいじゃないですか。だからそうやって覚えてた方が応用が効くから。ちなみに入試とかでも一番よく出るのは profound effect なんで、これ深い影響っていう、ね、すごい影響って覚えておいたら楽ですよね。次がね、スポットレスね。これそうそう、綺麗な、もうスポットがついてない、反転点ついてないからめっちゃ綺麗って。4の選択肢のね、インパーシャルなんていうのも重要ですね。パートっていうのが部分、その部分っていうものがないから、そう、どっかに偏らないよ、部分に偏らないよ、平等だよ、なんていうの。次が、ディモールってね、はい、ディが下、モートがモーション、動くですね。だから下に降格される。今回は上のチームから下のチームに降格させられちゃったっていうので出てました。次がコリシンですね。これまあめちゃくちゃよく使う表現なんですけど、結構知らない人もいるので、大学入試のね、難関大を受ける人は覚えておきましょう。この連帯とかね、連携ってやつなんですが、項が共になんで覚えやすいです。一緒にこうくっつくんだなってイメージを持っとくと覚えやすい。で、次は vicious ですね。まあ、後ろにアタックと一緒に出てましたけど、vicious っていうのは悪いですね。vice っていうのもそうですね。だからお気をつけなきゃいけないのは、いつも授業で言うのは、vice president は悪いプレゼントじゃないですかね。そう、ごっちゃにならないように気をつけなきゃいけない。ね。で、vicious cycle とか vicious circle 悪循環なんていうのも入試問題よく出てきますので、知っておきましょう。
で、次が、あ、これ、お兄さんの授業でありますね。cultivate ね。はい。耕すってやつです。culture とかっていうのを、これ、耕すから実は来てる。food crops っていうのがね、来てたんで、これは分かりやすかったんじゃないかなと思いますね。次が、gratuity。ああ、これは、まあ、アメリカ行った時は使った言葉ですね。チップのことです。tip ね。チップがお会計の中に入ってるから、わざわざ残しておかなくてもいいんだよってですね。一回ありますよ、これ。チップ入ってるのに間違ってチップも置いてっちゃって、めちゃめちゃ払ったことありますね。私次が、exhausted ね。もう疲れちゃう。ね、X 相当で息が、ファーって出て、はーっていうのがエクソーステッドのイメージですね。で、次が signify、意味するっていうね。そう、signify にはサインが入ってるじゃないですか。サインっていうのは印ですね。そう、このマーク、サインってどういう意味ですかってなりますね。なんで繋ぎやすい。で、次も assumption ね、仮定っていうのは、assume が that 説取れるので、assume that SV じゃないですか。だから assumption も同格の that 取れて答えがわかるっていう問題です。次が descendant ね。はい、これは重要単語。これも浪人生の授業で2週間前やりましたね。子孫っていうやつですね。ディが下、先祖が進むなんで、下に進む。で、アンとは人を表しますから、下に進んでる人っていうので、子孫っていうのは覚えやすい。で、次が revolve ですね。こう回転する revolution、ね、革命っていうので有名かもしれないですが、この volve っていうのが回ることを表しますね。evolve 進化とか involve こうね、含むとか、これらと使ったりするやつですね。で、今回は昔の人たちが太陽が地球の周りを回ってる revolved around the earth だと思ってたっていう話でした。で、次が be reluctant to do の reluctant ですね。これよく出ますね。be unwilling to とね、言い換えになったりして登場することもありますので、ちゃんと押さえておきましょうね。で、次からイディオムですね。はい。miss out on ね。これはトイックでも出たことありますし、大学受験でも出題されたことあります。それを逃しちゃうよっていうね。miss out on っていうのは、いろんなところで実は問われたことがありますね。で、次は wrestle with the problems ね。問題と格闘する取っ組み合い。wrestle っていうのは、こう、取っ組み合い格闘だよって言って。もうちょっとね、出題されるんだったら詳しく説明しておけばよかったの。浪人生の授業で選択肢いったんですよ。だから wrestle、レスリングのこれだから取り組みって、さらりと喋っちゃったけど、なんだ、地道で出題されるんだってもっと詳しく話しておけばよかった。wrestle with the problem ね。で、次が、これはまあ、went for ね、go for an officer's gun って言って、警察官のこう、ガンをね、取ろうとした。for にはほら、求めるっていうのがあるじゃないですか。で、だからナイフとか、銃とかをこうやって取ろうとするやつ。25番は知らなければですね、catch up on the news ですね。はい、catch up 追いつくだから、まあ、catch up 放送って日本語でも言うし、catch up 自体はだいぶ下のレベルでも出るから、3級とか12でも catch up 出んじゃない？まあ、ただ catch up with になってるか、その場合はね。ので始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回も行ってみましょう。2021年第2回英検準1級の単語問題の分析していきたいと思います。受けた方々、お疲れ様でした。はい、今回もですね、私がおすすめするアプリケーションデタタンのデータをもとに分析していきたいと思います。なんと、デタタンですね。もう毎回ですね、動画出すたんびにですね、iOS 版しかないです。Android 版ないんですか？ Android 版ないんですか？出ました。Android 版ですね。はい、ついに Android もリリースされましたので、ぜひ概要欄から見てみてください。はい、それでは分析していきましょう。1問目ですね。答え、outweigh。outweigh、この out プラス何々っていうんですね。結構いっぱいあるんですよ。 outsell だったらそれよりも売れる、 outwit とか勝るとかね、いろいろあるんですが、 outweigh っていうのはそれよりも重いよ、だからそれよりも重要だよ、それより勝ってるよっていうやつです。今回合わせて3回出てるということですね。で、出たたにはそういうですね、今までどんだけ出てるかっていうデータも載っていてですね、今回は25問中ですね、正解の単語全部載ってました。すべてデタタンに掲載されているものでしたので、デタタンをちゃんとやってた人だったら全問正解、イディオムも含めてですね、できたと思います。ぜひアウトなんとかですね、勝る時に出てくるっていうのは覚えておいてください。これ別の問題にも出てますもんね。続いてスペーシャスね、この広いっていうやつですけど、これはまあ知ってる人多かったんじゃないかな。スペースの形容詞形ですからね。今まで出てきた回数は7回ということで相当多いですね。で、続いて3番サーキュレーション。あ、これトイックでも出てくるんですけど、発行部数とかっていう意味ですね。こうサークルとか丸から来てるんですけど、本とか雑誌とかがこうね回ってるよっていうんですね。この流通っていうので覚えやすいですね。で、4問目がファナティカルですね。はい、ファナティックとかね、言ったりしますし、かつてファナティカルですね、副詞で登場しているわけですね。ファンっているじゃないですか、わーって応援する、それってファナティックから来てるので、それを縮めたものなんですよ、もともとだから非常に覚えやすいですよ。次はスターディリー、はい、頑丈に丈夫にってですね。Sturdy っていうのが丈夫な頑丈なので、トイックでもねよく出てくる表現ですが、英検準1級でも3回登場してるわけですね。へえ、そんなん出てるんだ。続いて Nurture ですね。はい、育てるってやつですけど、今回 Nurture Relationship
ていうやつで登場しましたね。関係性を築いていく、育てていくっていうので登場です。次7番がエミッションですね。はい。E が外、ミッドが出すなんで、エミットっていうのは放出するものです。そこからエミッションっていうのが放出されるもの。だからガスとかね、まあ CO2 っていうのが今回は載ってましたけど、文中に。そういうので非常に覚えやすい。簡単に覚えられますね。次は remote。まあこれは簡単ですね。はい。遠くのっていうやつ。remote control ですね。リモコンっていうので有名なやつです。はい。これも3回登場してる。で、続いて、faint ですね。はい。倒れちゃうですね。5回も登場してるんですね。だいぶ多いな。次が clarity。こう、クリアであるっていうとこから来てるので、これも非常に覚えやすいです。あ、クリアの名詞形だって覚えとけば大丈夫です。続いて、dip ですね。で、今回は dip in sales だったんで、セールスがこう下がっちゃう。dip こうですね。で、覚えづらいっていう人も結構いるんですけど、いや、簡単ですね。最近はね、dip って、なんかソースにつけてこれ食べるとき dip って日本でも言うので、このイメージを持っておいてください。こうすると簡単に覚えられます。はい。これ過去3回登場してます。で、次は habitual。まあ、habit から来ているので、これ覚えやすいですね。習慣的になっているやつですけど、habitual は6回が登場してるんですね、過去に。え、続いて面白いのは vain ですね。はい。vain ってどうですか？知らない人多いですよね。だから、in vain の無駄なっていうのは知ってる人が多いと思うんですけど、うぬぼれの強いとかね。そういった意味で使ったりしますね。あ、vain 意外と3回も出てるんだ。次が rational。合理的な、ロジカルな意味ですよね。実はこれ私別のテストさっき受けたんですけど、思いっきり出題されてました。今までに3回出てますね。続いて15番はファカルティですね。ファカルティにはいろんな意味があるんですけど、能力とかっていう意味があったりするんですけど、アメリカではやっぱり大学の先生たちですね。教えてる人たちの。だから今回もファカルティメンバーズアッタカレッジという形で、今回も大学で教えてる先生たちの意味で登場してましたね。で、まあ学部の意味もあったりするんで、慶応大学なんかファカルティオブレターズって言って文学部っていうんですね。だからいろんな意味がある単語です。ファカルティは3回登場してますね。16番はサステイン、支えるなんですね。サスが下、テインっていうのが持つです。下からこう持っている。で、サステインは3回登場して、3分の2が正解の選択肢になっているので、ちょっと正解になりやすい単語ですね。まあいろいろあるから持っておくね、保持するリテインとか、オブテインとかね、メインテインとか、たくさんありますね。続いて、ローテイトですね。ローテーションって日本語でも言うので、だから覚えやすいですね。だから今回は、ローテイティングシフトですね。シフトをローテイトするね。ローテーションするってやつです。5回も今まで登場してるんですね。正解になったのは初めてなんだ。なるほど。で、続いて、インパルス。はい、衝動ってやつですね。パルスがこの、これ脈拍とか、こう、押す系から来てるんですけど、中に押すっていうのが来てますけど、3回登場してる単語になりますね。で、19番、ああ、はいはい、トレスパスね、はい。トレスパスインっていうので非常によく使われる表現ですね。トレスっていうのがトランスと同じで、超えるとかですね。で、パスがそれ過ぎるなんで、超えて過ぎるっていうやつから来てますね。まあ自分自身も、ね、ああ、これトイックの写真にいいな、ここ入ろうかなって思った時に、そのアメリカ人の友達にトレスパスインだからって言われたことがありますね。それじゃ不法侵入になっちゃうよって言われたことがありますね。トレスパスは括弧5回登場してるんですね。かなり多いですね。次は outsmart。はい。出ましたね。またマサル系ですよ。アウトプラススマート。誰かよりもスマートであるってことですね。だからさっき言ったアウトウェットでマサルと同じような感じですね。賢くてマサルんだっていうことです。今回チェスのゲームでしたね。outsmart his opponent。 オポネント敵ですね。次は weary。 はいはい、 weary ですね。疲れた。今週大学受験の授業で教えた単語ですね。はい。過去6回も登場してるんですね。で、しかも3回正解になってるってことは、半分 50% の確率で正解になってますね。これは出ることが多いんですね。はい、続いて、イディオムですね。plunge into ですね。はい、plunge っていうのがこう下に下がっちゃうですね。このグラフとかでも、この折れ線グラフとかを表すときとかにも使える表現ですね。今回は飛び込んだですね。plunge into the sea ですね。海に飛び込んでったっていうので出てましたね。過去1回 plunge が登場してると。で、続いて die down ですね。まあこれは、この表現を知らなくても、おそらくこれだろうなっていうのでできたんじゃないかと思いますね。この風が弱まるっていうので出てましたけど、まあ多分イメージできたんじゃないかなと思うんですね。4回も出てるんだ。しかもそのうち2回正解だから、これも 50%。続いて call off。call off ね。はい、キャンセルの意味。これはできんじゃない？ 12 級とかのレベルじゃない？ put off 延期すると call off キャンセルですね。ごっちゃ混ぜにしちゃうんですけど、put off は P で postpone と言い換えられるし、call off はキャンセルで C と C で繋がってるから簡単に覚えられるんですよ、これ。結構わかんない人いるんですけど、これ簡単です。これも2分の1、50% の確率で今のところ登場してます。で、続いて live on。live on the salary。はい、そのサラリーで生きていくってことね。これも2回登場して1回正解になって 50% という形ですね。で、見るとですね、今回初登場した単語もだいぶありますね。やっぱり出たたのすごいとか、この初登場した単語がアプリなので加えられますから、すごくない？
さあ、ということで始まりました、無鉄チャンネルです。さあ、今回ですね、先ほど行われました、2021年度英検準1級の語彙問題の分析、公表、そして対策について話していきたいかなと思います。はい、今回もですね、アプリケーションデータタンを提供でお送りいたします。iOS だけじゃなくて、Android 版も出ましたので、過去のデータがブワーッと載っておりますので、問題解いて覚えるだけじゃなくて、様々なことを知ることができるアプリですので、ぜひ使ってみてください。今回もデータタンさんからですね、データをいただき、どの単語が一体どれぐらい出題されてたのかっていうのもね、話していきたいと思います。語彙問題全部見た感想としては、今回はそこまで難しくないっていうのが印象ですね。出てきている単語ですね、並んでいる単語、まあ全部知っといてもいいかなというやつです。まあ一部ちょっと一級レベルの単語も入ってたんで難しいのはあったんですけど、あとは駆動詞ですね。やっぱ駆動詞でレベルが高いというか、出会ってないと解けないっていう印象ですね。だからやっぱ過去問ちゃんとやっていかなきゃいけないっていうのはすごくよくわかりました。ただ英検ってね、過去問9回分までしか出せないので、本でね、だからやっぱりデータタンとかのアプリできちんと過去の問題を知っとくっていうのは大事になりますね。じゃあどんな問題出たのか見ていきたいと思いますが、1問目がペイトリオットだったんですよ。でペイトリオットですね、初登場なんですね。これそんな難しくないじゃないですか。愛国心を持った人、ペイトリアリックなんていう形容詞もありますけど、これ過去に2級で出てる単語なんですよね。だデタタンだと2級載ってるんですよ。デタタン準1級に載ってなかった正解の単語はこの1単語だけです。これ2級レベルだったんで、まあだから載ってなかったけど解けてないとダメですね。で25問中24問載ってたんで、ちゃんとデタタンに掲載されていました。だからペイトリオットはできる人が多いはずなので、なのでまあデタタンちゃんとやってれば全問正解今回は狙えたはずですね。え、続いて第2問がリジュームですね。はい、リジュームは非常に重要単語ですね。過去7回登場してますね。正解でも3回目になるってことなんですね。めっちゃよく出るってことですよ。トイックでもよく出ます、リジュームですね。リまたですけど、再び始めるってやつなんですけど、難関大学でも出題されてますね。なんで知らなかった人はぜひ覚えておいてほしい単語ですね。そして続いてがサブセクエントですね。サブが下でシークエンスですね、並びってことなんで、こう並びがあってその次にっていうことです。だその次に起こるっていうやつです。で続いてエクセントリックね、まあいわゆるエキセントリックとかって日本語にもなってたりするやつですね。普通とちょっと違うよってやつね。イックとかエックの部分がいわゆる X と同じですね。外を表して、セントリックはセンターですね。スペル見るとわかりますが、センターなんで、その中心から外れてるよっていうことから、普通じゃない変わってるよっていう意味になります。でこれ語源知ってるとね、覚えやすい単語。で過去2回出題されて、初めて正解になりました。続いての問題は、サーティファイです。はい。証明できなかった。っていう文脈で出てたんですけど、スペル見てほら、certain ですね、確かにするっていうのから来てるので、だから覚えやすい単語ですね。他にもまあいわゆる certificate、 そうですね、英検の合格して届く合格証ですね、 certificate ってついてますよね。これもトイックでも登場する単語なんで、ぜひ押さえておきましょう。3回出題されて2回正解になってますので、正解になりやすい単語ですね。続いても vocation ですね。はい、これも正解になりやすいね。3回中2回正解になってますから、職業という意味ですね。これ僕っていうところ、はい、ボーカルと似てますね。声なんですよ。ここから来てて、神様からの声、神が、はい、あなたの職業はこれですよって言って、この職業っていうので覚えやすいですね。これ自分自身も大学入試の時覚えた単語ですね。あとオキュペーションとスペルも似てるから覚えやすかったですね。続いての単語がガウプ。はい、ガウプなんていうのはこれ大学入試までに習わない単語だと思うので、いやちゃんとやっぱね、デタタやってたかどうかでしょうね。2回出題されて2回正解ですから 100% の正解じゃないですか。でこうゴクリッと飲むやつなんですね。僕漫画を英語で読むのでしょっちゅう見かけ、日本のキャラクターってなんかゴクリって飲んだりすることすごく多いじゃないですか。なんかいっぱい頬張るキャラクターいるじゃないですか。だから結構ね見るんですよ。で今回複数形でしたね。 A few gulps みたいな形で出てましたね。ちゃんとスポーツドリンクっていうね言葉もついていたので、こう飲むっていうのがね分かる文脈になってましたね。で続いてスターローですね。はい、まあこれはできなきゃいけないんじゃないですか。驚かせるってやつですけど、過去4回出てきて2回正解になってますから、これ 50% ですね。かなり高い確率ですね。驚かせるはスペルがやっぱり似てるものが多いので覚えやすいんですよ。例えばサプライズだって S から始まるじゃないですか。アストニッシュ ST あるじゃないですか。アスタウンド ST あるじゃないですか。だから似てるものが
が結構多いので、そうやって覚えましたね。自分自身はやっぱ似てるキャラクターをねつなげて覚えるっていうのは単語力増やしていくのにすごく役立ちますからね。その時に意味も似ててスペルも似てたら最高じゃないですか。はい、続いてリース。はい、これもね知っとかなきゃいけない単語ですね。最近は日本語でもリースするなんて言いますね。自分自身も複合機リースしてるんで、まあ押さえときたいですね。動詞でもね貸すや借りるの意味ありますからね。レントと同じように使いますね。やっぱ正解にはなってないけど、ビシニティとかね、これも近さを表すやつね。近接なんていうのも重要単語です。知っといてください。リースは3回出てて、1回正解で、ビシニティは4回出てて3回正解なんで、今まで3分の3だったんですけど、初めて不正解になりましたね。こういうね、データ知れるといいですよね。正解になりやすいものってあるんですよ。はい、続いて10番はスラギッシュ。はい、これは本当にね、エコノミーとよく使われるんですよ。スラギッシュエコノミー。停滞しているって感じですね。スラグっていうのがナメクジなんで、ナメクジのようにゆっくりみたいなね、そういう意味になりますね。で、スラギッシュは過去3回出てて1回正解になってますね。続いてコンテンプレイトですね。はい、コンテンプレイト ING ってやつで、これスペルがコンシダーと似てるので非常に覚えやすい。コンシダーもコンシダー ING じゃないですか。これも大学受験でも大事ですね。っていう形で出題されるので、これは取れてほしい。過去4回出てきて1回今回初正解になってますね。で、次が unanimously。 はい、これも重要な表現ですね。過去3回出てきて3回とも正解ですから 100% の正解率を誇るキャラクターですね。で、圧倒的に vote、 投票すると相性がいい単語ですね。満場一致で投票するっていうことなんで、 unanimous のこの un のところですね、それが1を表します。 anima が心なんで、心が一つっていうところから来てる単語ですね。なんでみんな同じ心ですよっていうので覚えやすいですね。続いて endure。 これは知ってる人が多かったんじゃないですかね。4回中1回初めての正解ってことですね。まあ我慢する、まあ正確には我慢できないっていう時に使います。だから cannot とか could not と使うのが通例で、今回も could only っていうのがくっついてましたから、 only って一応否定語ですからね。なんでここまでしか耐えられなかったよみたいな感じで出てます。だから英作文で気をつけてください。何でもかんでも我慢するっていう意味で使うものではないです。基本的には我慢できない、我慢できなかったっていう時に使う表現ですね。はい、次がコーゼーですね。4回出題されて1回正解になってる。未だコーゼーは快適だみたいな感じで覚えたのを覚えてますね。で、今回正解にならなかったクラムジーね、もう不器用なっていうやつなんで、自分自身手先が非常に不器用なんでよく使った単語です。こいつ7回過去に出題されて3回正解になってますからね。出てくる回数の多い単語ですね。続いてがデシーブ、騙すという表現ですね。これ5回出てますね過去に。今回初の正解です。こう罠で捕らえちゃうみたいな、そこから来たやつですね。はい、続いてがパンクチュアリティ。はい、パンクチュアルね、時間ぴったりのでね、覚えやすいやつですね。4回出てて3回正解になってる。針でズバッとそこに刺すみたいなイメージですね。で、重要単語としてはコンジェスチョンが出てますね。渋滞とかで使うやつですね。何か詰まるのを表すやつで、こいつ8回過去に出てて4回正解になってますからね。ぜひ覚えておきたい単語です。続いてコンベンショナル。まあこれも知ってる人は多かったんじゃないですかね。まあ昔からある慣例のとかっていうやつですね。これ5回過去に出てて1回目の正解になってますね。で、次はフラジャイルですね。はい、この壊れやすいものによくねくっついてますね。フラジャイルって貼ってあります、割れ物とかのやつにね。これもぜひ知っておきたいやつで、過去8回出てますね。で、4回正解になってます。もう 50% ですから相当出てますね。1番のコースなんてね、知らない人多いよね。これ荒いとかさ、6回出てるんですね。正解にはなったことないんだ。続いてサモン。はい、これも5回出てるんだ。で、1回目の正解です。こう召喚するとか呼び出すってやつね。巨人の星のサモンを召喚するって覚えたんですね。僕昔巨人の星の再放送を朝見てから予備校に行くっていうのをやってたんで、今回アドバイザーを呼び出してましたね。そして次が retreat ね。はい、退却するってやつね。 re が後ろなんで覚えやすいです。今回はその軍に退却しろっていう命令を出したっていう文脈でしたね。5回過去に出て1回正解ですね。選択肢に discard がまたいますね。これよく出るんですよ。カードを捨てるか来てるんですけど、9回出てますもん。続いてが capacity。 まあこれは簡単ですね。はい、capacity 能力ですから capacity to do の形で出てましたね。4回出題されて2回正解で、次がまあ知らない人が多いんじゃないかなと思ったら rough up。 まあ消去法でもいけるかなと思うんですけど、こうまあ rough っていうのは知ってると思うんですけど、結構乱暴なっていう意味があるので暴力を振るうみたいなので出てきます。だから今回容疑者にね、警察が暴力を振るうっていうので出てましたね。で、これとかやっぱ過去問やってないとわかんないんじゃないかなと思います。まあ消去法でもいけたとは思うんですけど、ラフアップ自体も3回出題されているので、次は go by。 まあこれはできてほしいかな。まあ2回中1回正解で、time goes by って言うじゃないですか。そう、時が過ぎるってやつね。で、まあ今回20年が過ぎた
ていう文脈で登場してましたね。で、次が rule out ですね。はい。だこれとかもそうですね。まあ、大学入試でも難関大だと結構出てくる表現ではあるんですけど、知らない人は多いと思いますね。過去6回出題されて、今2回正解になってますから、やっぱこれ過去の問題知っておいたら解ける問題ですね。排除するってですね。で、ただ排除するじゃなくて、可能性とかですね。その可能性は排除できないっていう文脈で出てくることが多いですね。大学入試の長文とかでも。今回も否定文で登場してましたね、やっぱり。ただただ排除するじゃなくて、それの可能性っていうので覚えといた方が応用は効きますね。そう、だから英作文で何でもかんでもこう人を排除するとかってルールアウトで書いてくる人とかいるんですけど、そういう意味ではありません。で、最後は fall back on ですね。はい、頼るってやつ。これは覚えやすいですね。後ろにこう倒れる、フォールするっていうので backオンでね、支えてくれるもの。depend on とかもオン取るし、覚えやすいです。で、これは5回出題されて3回正解になってますね。はい。というふうにね、やっぱりどういう表現が出題されているのかっていうのは知っておいた方がいいですね。ここで始まりました、もちゃちゃんね。さあ、今回はですね、2022年度第1回英検準1級の語彙問題を分析していきたいと思います。今回もデタタンの提供でお送りいたします。英検準1級に出た単語を勉強するならこのアプリ、毎回の試験ごとにアップデートされますからね。今回もそのデタタンに載っている過去の出題情報とともに解説していきたいと思います。まず1問目ですね。は、mercy っていう単語が出ましたね。情けとか、哀れみ、慈悲とかっていうやつですけど、出題された方は show mercy の形でしたね。今回合わせて4回出題されていますね。で、正解になったのはただ初めてだそうですね。なるほど。え、次が temperament。気質とかってやつですね。性格に関して使ったりするので、今回もね、twin sister っていうので、双子の姉妹がいて、性格が全然違うよみたいな感じでしたね。で、過去3回出ているんですが、初の正解でございます。次は shrug ですね。はい、shrug これね。shrug、shoulders っていうので、今回で3回目で、正解としては2回目。3分の2正解になってますね。続いて、vacancy が出てますね。秋ってやつですね。からっていうのから来てるわけですね。vacation 仕事がない。vacuum 真空とかね、空っぽを表す表現ですね。初登場です。ただし、出たたには1級と2級に収録してます。準1では出たことなかったけど、2級と1級では出てたんですね。次、interrogate。はい、まあ、interrogation とかね、出てきたりしますけど、まあ、尋問。今回も detective が尋問してましたね。これ3回目の出場って、3回目の出題で初の正解だそうです。うん、続いて、compression。あ、この問題が難しいかなと思った圧縮とかってやつです。まあ、プレスが入ってるので、覚えやすいは覚えやすいんですけど、まあ、消去法でやった人が多いかなと思いましたね。この3回出ていて、初めて正解の選択肢になってます。続いてが heed。これは知らない人が多いんじゃないかなと思いますね。英検準1の勉強をしてれば知っててほしいですよ。なんだってこれ、過去5回出てるんですよ。今回合わせて5回出てて、正解としては4回目。だ5分の4正解になってるので、だめちゃめちゃよく出るわけですね、準1級。でも、大学受験までだと、ヒードは習わない人がほとんどですね。だから差が出る単語なんでしょ、これ。準1級は超品質。でも、受験までで習わない。っていうので差がつく問題です。だからデタタンが役立つ。注意を払うってやつなんですけど、大学受験で過去にペイヒールトゥーっていうのが出たことはあります。早慶の問題でしたけど、注意を払うってね、ペイアテンショントゥーみたいなやつなんですが、これこそ差がつく問題ですね。次はアフレントですね。はい、リッチの意味ね。まあこれは知っといてほしいね。フルー、まあ流れですね。お金がこう流れてくるイメージを持っておくといいですね。過去4回出てて、2回正解になってる。まあ今のところ2分の1。次は trivial。まあこれは知ってる人が多いかな。些細なってやつね。まあ普通の受験用の単語帳にも入ってるし、トリビアの泉とかね、ありましたよね。もう6回目の出題。すごい多いね。正解としては2回目と。次は enviously。羨ましそうにってやつね。まあ、envy が入ってるので覚えやすいです。2回目の出題で初の正解ですね。続いて obstruct ですね。はい。遮るとか、こう妨げるっていうので、view でしたね、今回ね。景色、見えなくなっちゃうっていうので。struct っていうのは作るなので、construct とかね。なんで、覚えやすい単語ですね。obs、反対とかですね。そう、作っちゃう。これは5回出て、5回も出てるんだ。初の正解だそうです。今回初の正解多いね。続いて stain。まあ、汚れ、シミとかね。これは2回出題で初の正解ですね。これも初。続いて prevail。まあこれは、まあ難関大学のね、勉強とかで知ってる人も多いかなと思いますね。戦争でしたね。それでどちらも勝てなかったみたいなやつで。まあちょっとタイムリーな話題でしたけど、pre が前で、veil っていうのは力ですね。こう力が前に進んでいくっていう。まあそこから広がるとか、勝つっていうんですね。どちらも勝てない。続いて pretext。ああ、難しい表現だな。なんか言い訳的なやつですよね。口実とかってやつですね。
テクストっていうのが作るなんで、作られたものですね。本物じゃなくて。で、準1級では初登場。初めてなんだ。1級で2回登場してるという単語ですね。1級単語ですね、じゃあ。続いて、assert。主張するってですね。assert his innocence でしたね、今回ね。無罪を主張したってやつ。で、括弧3回で出て、これも初の正解ですね。いや、今回、初の正解が連発ですね。続いて、eliminate。排除するってですね。もう超品質単語。もう8回目の出題。で、正解としては4回目なんで、2分の1の確率で正解ですからね。相当回数多いね。続いて、ランサム。はい、これも見たことありません、過去にね。身の代金ってやつです。なんか知らんけど好きですね。はい、5回出てきていると。ただ、正解になったのは初めてですね。なんで、今回は初の正解になった単語が多いね、やっぱりね。で、続いて、prestigious。はい、もう一流のですね。まあ、本当によく出てくるやつで、過去、この4回目の出題で全部正解です。100% 正解になってます。それぐらい、すごくよく出る単語ですね。ぜひ覚えておきましょう。次はデスガイズですね。はい。今回スパイがこう隠すっていう風にやってたよね。変装するっていうね。まさにスパイファミリーのような話でしたけど。2回出てて初の正解。次はディボート。あ、ディボーティッド。あ、形容詞で出てましたね。そう、すべてをこう注ぎ込むみたいなイメージがディボーティッドですね。もう5回出てるんだ。すごいな。で、正解は2回目。品質ですね。じゃあ。続いてマディファイ。ああ、はいはいはい。こう、何か直したりするやつですが。はい。3回目の出題で、初めての正解と。続いて、イディオムですね。contend with。はい。contend は3回登場ですね。まあ、できる人も多いかなと思います。続いて、あ、fall-fall。はあ、これも差がつくよね。だから、fall-fall自体を知ってる人は少ないですね。でも、過去に6回出てますから。そう。だから、過去の出題を知ってれば、けるわけですよ。まあ、騙されちゃうとかってやつね。で、6回出てますから。で、これが正解としては2回目ですね。今回も false for the lie でしたね。嘘に騙されちゃうってやつでした。で、次は map out。 はい、 map out もこれ KOSFC に出たことありますよね、確かね。これもう3回出題されてて2回正解になってますから、やっぱり過去問やっとこと大事ですね。で、続いて bet on。 2回出て2回とも正解になってますね。こうだと確信するってやつです。ベッドってほら、かけるじゃないですか。お金かけたりするやつですね。それで、あ、これだと思うってことですよ。なんでこれすごく覚えやすい。という風に分かりましたね。データ単やっときゃ、解けるんですよ。ベイカンシーとね、プリテクストだけ載ってなかったけど、ベイカンシー、プリテクストは1級に載ってますから。まあ、23問正解。ただ今回ね、初登場単語がだいぶたくさんあったんですよ。まあ、全部で100なわけじゃないですか、選択肢。それで28新しく初登場のものがあったんで、あ、結構多いなっていう印象ですね。で、当然不正解だった選択肢も出た単に加わりますから、アップデートされてきますからね。ぜひ概要欄からチェックしてみてください。さあ、じゃあ実際自分もやってみましょう。問題にチャレンジします。さあ、始まりました、まてつチャンネルです。さあ、今回は毎回恒例の企画ですが、はい、2022年第2回英検準1級に出てきた語彙問題の解説していきたいと思います。今回もですね、はい、デタタンさんの提供でお送りしております。英検の語彙問題に出てきた単語が全て収録されており、はい、今回新しく出てきたものはアップデートで加えられます。最強の英検単語アプリですので、ぜひ概要欄からダウンロードしてみてください。それでは今回の問題解説、ハワイからお届けします。まず第1問がサーですよ。サー出てくんだなと思ってびっくりしたけど、実はですね、今回含め5回出てきてるんですよ。実は結構出てますよね。で、初めて正解になりました。で、サーっていうのは溶けるってやつ、凍ってるやつがこう解凍されるっていう時に使う表現なんですけど、いや、まさかね、そんな文脈が出てくんだと思ってね、ちょっと驚きましたね。はい、続いて第2問は instill。 はい、これね、教え込むことですね。 instill 何々 in 人とかっていう形を取りますね。そう、今回もこの形で登場してました。で、次が earnest ですね。真剣なってやつで、 earnest apology、 真剣な謝罪というので出てました。 earnest はもう合計で5回出てるんですよ。で、5回出てて正解になったの初なんですね。続いて nuisance ですね。厄介なことってやつですね。傷つけるっていうのが語源なんですけど、こう面倒だなみたいな感じで、なんかあれでしたっけ、プール掃除するのが面倒いみたいな感じで出てましたね。今まで3回出てて、で、今回で2回目の正解ですね。続いて ridicule が出ました。はい、こうバカにするみたいなやつよね。嘲笑するとかって訳されたりしますけど、 ridiculous を知ってれば簡単ですね。こっちの形容詞の方が有名ですよね。で、今まで4回出てて、これも初の正解ですね。で、今回初の正解になってるやつがかなり多い。しかも前半に、やっぱね、過去に出た問題やっといた方がいいんですよね。正解だけ覚えておくんじゃなくて、正解にはなってないんだけど過去に出題されてるものっていうのを覚えておくのが大事。続いてが bashful ですね。これ恥ずかしいってやつね。この bash っていうのが赤くなるっていうのを表すんですけど、
ど、これも過去にも3回出てきてて、で初めての正解なんですよ。ほら過去に出てて初めて正解が多いですよね。だからこれ単語帳とか載ってないことが多いと思いますよ。デタタンやった方が有利ですね。で続いてが Relic、 これも残ってるやつですね。これも3回出てて初めて正解になってますから多いですね、こういうのが。続いて Growl ですね、こううーってうなるやつね。これ過去に2回ですね、今回入れて2回目で初めて正解になってますから、これ初正解のオンパレードじゃないですか。続いて Uphold、 これは難しいけど結構ね出てるんですよ今までも。過去6回出てます。で正解2回目、支持するとか擁護するとかそういうので法律でしたね今回。 The Law だったと思いますけど、 Uphold the Law っていう感じで、まあ普通になんかこうゴールドアップするのかなみたいなイメージを持ちやすいんですね。こう擁護するっていうね、こういうふうに法律とかとも使ったりするので要注意ですね。で次は compulsory ですね。まあこれは知っとかなきゃいけないかな、義務のっていうやつですね。 required とかが確か文中に出ててヒントは出てたんですよ。で過去に6回出て正解なんと5回目です。めちゃめちゃ正解になりやすいですね。6分の5ですよ、めっちゃ正解になるじゃんこの単語。そうこういうねあるんですよ偏りって、だから知っておきましょうね。で続いて division、 まあ divide から来てるので覚えやすいですけど、 cell division ですね、細胞分裂で出てたので面白って思いました。で過去に3回出て初の正解ですこちらも、初めてだったんですね。で続いて margeはい、まあこれはトイックでも重要なすごく大事な単語ですね、合併するってやつですが、過去に5回出てて、正解が3回目になってますのでやっぱりよく出るんですね。まあビジネス系のやつもね多いからね。はい次が dehydrated ですね。はいこう脱水症状になるというか喉乾く状況になるってやつなんですが、さっきあのパールハーバーのねミュージアムに行ってきて、でそこで言われた、これ dehydrated 飲み物、まあペットボトルのやつ買ってったんだけど中で水入れていいからねペットボトルにってね言ってた。でそこで dehydrated ってならないようにも感じで言われた。過去2回出題されて2回とも正解です。はい 100% ですよ今のところ。で続いてが disobedient、 初登場ですね。まあ dis が来てて従わないんですよ、 obey しないんですね、 obedient の逆です。まあこれはただ分かるんじゃないかな、 obedient がね過去に4回出題されてますからね。で2回正解になってます。で次が bystander、あーこれはねアメリカでめちゃめちゃ重要ですね。そこにスタンドバイですね、横に立ってこうやってねこう見ちゃうね、やじ馬みたいなやつですね。これやっちゃいけないっていう風に免許取った時習ったんです。もう久しぶりにはアメリカで運転してますけど毎日。で4回出題されて3回正解です。これも正解率だいぶ高いですね。続いて overthrow、 はーはいはい、ひっくり返すってやつね。今回は Prime Minister、 首相をこう引きずり下ろすみたいなね、そういう文脈で出てましたね。過去に4回出題されて2回正解になってます。で続いては簡単ですね、 Evaluate、 はい、評価するってやつで、この問題はすごく優しかったかなと思いますね。過去5回出て2回正解です。で次は Correspondence、 これもですね過去4回出てるんですよ、4回出て4回とも正解 100% ですよ。これは手紙のやり取り、文通の意味で今回は出題されてましたね。次が Anarchy ですね、はい、この無政府状態とか混乱状態みたいなやつですね。過去4回出題されて3回正解になってますね。政府がある状況がないんですよ、 A がついて否定してますね。君主制、マナキーなんかとつながりますね。次がエレボー、はい、これは簡単ですね。エレボーっていうのは食べれるっていうことなんで E から始まってこれ E とつなげやすいじゃないですか。で過去5回出て5回、 100% です。こいつもめちゃめちゃ正解になりやすいね。次がノトリアス、悪名高いってやつですね。まあこれも有名な単語なんで知っとかなきゃダメですね。過去5回出て2回正解になってますね。で次がペイオフ、はい、駆動詞ですね。過去に2回出て初の正解ですね。トイックにも出たことありますね、こう報われるって感じです。まあ大学受験でも出ることありますね、今までやってたのが報われる。で次がキャッチオン、はい、ね、過去4回出題されて2回正解、キャッチオンと何々で何とかを理解するとか分かるってですねので出てきます。で次がフォローオン、過去3回出題されて2回正解で、フォローオン人でしたね、責任がその人に降り注ぐっていうので出てました。まあ難関大学でも出てきます。で最後がカバーアップ、隠すってやつですね。過去3回で初めて正解になってますね。セフトだったよね後ろね、確か盗んだことを隠すみたいな感じで出てました。その他のね正解になってないものも非常に重要なものだったりとか、初めて登場してるものとか結構やっぱね、駆動詞が初めて出てるものが多いですね。初登場すごく多いのでぜひね押さえておきたいかなと思います。これも加わりますからデタタンにね、参考にしてみてください。まあだからデタタンやってればね、まあ、25問中24は乗ってたから解けただろうし、まあディスオビディエントってオビディエント知ってるからね、まあ全問正解できた人が多いんじゃないかなと思いますね、データタンやってればね。ただそう過去に正解になったものだけやってたらちょっと難しい回だったんじゃないかなと思いますね。
はい、始まりました。マテチャンネルです。さあ、今回は2022年度第3回英検準1級に出た単語の分析していきましょう。はい、本日2023年1月22日に行われた問題ですね。今回も英検の英単語対策だったらこれが最強という、はい、出た単語の提供でお送りいたします。もうね、定着しましたよね。過去に出た問題をね、全部ストックしてありますから、まあ、めちゃくちゃ当たるわけですよ。はい、そして今回は準1級、25問中ですね、出た単準1級に載っていた単語は全部でございます。はい、ということで25問すべて載っておりました。今回出た単完璧にやってた人であれば余裕で全問正解できたと思います。では正解になったやつの情報をね、出た単の出題データに基づいて紹介していきたいと思います。はい、1問目の正解が instrumental ですね。はい、この instrument 道具は知ってる人多いと思いますけど、便利なというですね、これトイックでね、出た時にね、難問として扱われましたけど、まあ、その後全然見ないですが、英検準1級では5回目の出題で4回正解になってますから、今までだからすごく正解になりやすい単語なんですよ。だから絶対覚えておきましょう。で、続いて2問目は underrate が正解でしたね。 under 下じゃないですか。で、rate っていうのが評価するなんで、下に評価されてる、過小評価するってやつですね。昨日見てた Netflix のドキュメンタリーには overrate が出てましたね。過大評価するから。はい、今回2回目の出題で初めての正解になります。覚えやすいんでぜひ覚えておきましょう。続いてが perish ですね。はい、朽ちるとかね。まあ今回人でしたよね。人が死ぬという形で出てて、こちら4回目の出題で初めての正解になりました。だからやっぱり今まで出てきたね、不正解選択肢っていうのも覚えておくこと大事なんですよ。続いて peasant、 はい、小作人とかってやつですよね。3回目の出題で初めての正解です。お、今回初めて多いですね。アントっていうのは人を表すことが多いですので知っておくといいですね。この設置としてね、アプリカント、パティシパントとかね。続いてフラー、はい、何かしらの欠点っていうので出てましたね。はい、4回目の出題で2回正解になってますね、これで。次パラライズ、この麻痺させるってやつね。まあ、私今指が麻痺してる状況なんですけど、なんか恐怖でね、もうあーみたいな文脈で出てたと思いますね。はい、4回目の出題で2回正解になっております。はい、50% ですね。続いてがね、アミカボ、友好的なとかってやつですね。まあアミっていうのがね、フランス語だと友達って意味ですよね。でエイミアボっていうね、愛想の良いっていう単語ですけど、まあこれと同じ単語ですね。これもともと同じ単語ですね。アマチュアとかもそうですね。アマチュアのあの愛好家、愛想の良いと似てるじゃないですか。3回目の出題で3回とも正解です。 100% 正解になってるわけですよ。こいつは絶対覚えとかなきゃいけないですね。次が incorporate ですね。はい、これをなんか統合する incorporate A into B の形で登場してましたね。3回目の出題で2回正解になってます。続いてドメスティケーションですね。ドメスティケートですね。ドメスティックとか言うじゃないですか、家ってやつですけど、まあ飼い鳴らしたりすることですよね。今回は犬っていうのをね、飼い鳴らすっていう話だったんですけど、まあそう、犬の起源ってね、大学入試の長文問題でも出やすいですからね。もともと狼のね、野生のものだったのがだんだんこう飼い鳴らされて人間と共に過ごしていくんですけど、まあこういう風に犬とか猫って、ね、どうやってペットになってったかっていうのは実は出やすいトピックです。4回目の出題で2回正解になってますね。次が Previously ですね。まあこれもトイックで過去に出てきた時にすごいおーってなったんですけど、まあ丁寧にとかってやつです。で2回目の出題で初めての正解になってます。で続いて Revive、 まあこれはまた復活するわけじゃないですか。 Revival とかって言ったりもしますね。 Vive っていうのが生きるわけですね。だからサバイバーとかっていうね。はい、3回出題されて初めて正解になってますね。で次が Frail、 はい、こうか弱いとかね、弱いことを表すやつです。気弱とか、まあ一時的な儚いみたいなやつですね。4回出題されて2回正解になってます。で次が Solitude ね、孤独のやつで、ね、Living Solitude っていう形で Int 使ってましたね。はい、孤独に暮らすってやつです。4回目の出題で2回正解になっております。続いてがアーティファクトですね。はい、まあなんか作るやつね、工芸品的なやつでしょう。今回ジュエリーとかが書いてあったと思いますね。はい、3回目の出題で2回正解になっております。次がトランスメットですね。はい、データインフォメーションだったかな、をトランスメットするっていうので、トランスは超えるとかで、ミットは送るですね。レメット送金するとか、送られてる施設はミッショナリーとかね、ああいうやつです。これめっちゃ出てます。8回目の出題で4回正解になってますから、おーすごいな。相当出てますね。次、パセレック。こんなの出るんだね。めっちゃ口語で使う表現ですね。
まあ、哀れなとかさ、救いようのないとか、まあね、訳がね、硬い訳が当てられてるんですよね、日本語だと。自分はもう英語の意味パッタやらくね、もうなんかもうめちゃめちゃかわいそうなやつみたいなね、めちゃめちゃ使います。初めて正解になってますね。で、カッコ、5回出てるんだ。5回目の出題で初めて正解になってます。日常はめちゃめちゃ使うけどね。はい、続いて、コンテンポラリー。はい、現代のね。現代的なとかっていうやつですね。テンポっていうのは時間ですから。で、5回目の出題で2回正解になっております。次がカバレッジ。はい、カバレッジ。まあ、カバーっていうのがね、いろんな意味があると思うんですけど、メディアカバレッジっていう形でしたね。報道の意味で登場していました。まあ、ニュースカバレッジとか非常によく使う表現ですね。4回目の出題で3回正解になっています。続いてデフィシット。はい、お金系もよく出てきますよね。はい、赤字。5回目の出題で2回正解になっています。続いてカーブ。この掘るやつだよね。なんか石から掘るって言ってたと思う。カーブは3回目の出題で初めて正解になってます。続いて withdraw 退却するってやつですね。ですね。まあお金を引き出すだけじゃなくてこういう意味ますね。draw が引くなんて覚えやすいですね。6回目の出題で3回正解になってます。お、50% ですね。で、こっからがいわゆる大の苦手な人が多い熟語です。はい。まず最初が roll in ですね。はい。やってくるとかってやつだよね。今回はなんかストームかなんかが来たよね。そうだ。こういうふうに口語も結構出てくるんだよね。で、2回目の出題で初めての正解になっております。あ、これ過去に出てたわけですね。続いて、go under。お、へぇ、倒産するとかね。潰れるとか。今回もお店が潰れるって話でしたね。4回目の出題で2回正解になっています。続いてが make out。はい。make out って、まあ、わかるっていう意味が有名だと思うんですけど、大学受験とかだとね。ここでは判読するって意味ですね。自由。それで登場してましたね。6回目の出題で2回正解になってます。まあ、6回も出てんだ。続いて watch over。まあ、これは簡単ですね。まあ、見守るとか世話するってやつで。今回の世話するっていう意味で出てたと思いますね。なんか動物の話だったね。子猫。そうだ、キッン。を見てるっていうので出たと思います。3回目の出題で初めての正解ということで、全部出た単に出てましたので、やってた人はお得だったと思いますよ。さあ、では始めましょう。もちチャンネル。さあ、2023年度第1回英検準1級の語彙問題分析していきましょう。はい、今回も出た単の提供でお送りします。過去の英検のね、正解になった単語、選択肢に出てきた単語は全て収録されていますので、そのデータから今回一体どうだったのか見ていきたいと思います。初登場単語はすごく多かったっていう印象ですね。正解になってないものも多いんだけど、まあ100単熟語あるわけですけど、25問で4択なんで、100単熟語のうちの26単語が初登場だったんで、お、これはすごいなって思ったし、初めて正解になったやつも結構ありますね。やっぱ英検側も分析されてるって分かってるのかなという印象ですけど、なんでえって思った人もいたんじゃないかなと思いますね。では、出た単のそのデータを元に見ていきましょう。まず1問目ですね。don't だから daunted っていう、まあ受け身でよく使うんですけど、何々 is daunted by とかって言うんですけど、まあこれで不安になっちゃうみたいなんでね、やつですが、これ初出場ですよ。初出場っていう出場って言うんですけど、初めてですね。だから1問目から初めての単語出てきたんで、まあこれ知らない人が多かったんじゃないかなと思いますね。まあ、自分自身は1級の勉強した時ぐらいかな、知ったのは。次が2問目が cram ですね。cramming っていう ing 系でしたけど、詰め込むってやつね。まさに勉強で直前に詰め込むんじゃなくてペースを持ってやった方がいいよっていう文脈でしたけど、これが3回目の出題で2回正解になってますね。じゃあ正解になりやすいんだ。で、次が flare。 はい、この火がこう燃え上がるみたいなのから来てるね。なんかこう激化するとかっていうのでも使うやつ。ファイナルファンタジーやってる人だったらね、魔法、火の魔法フレアですよね、あれです。で、3回目の出題で過去2回正解になってますね。まあ、これはできてほしかったかな。次がインターベンション。まあこれは大丈夫じゃないですかね。間に来るんですよ。インターとベントですね。はい、介入するわけですけど、これ2回目の出題で2回正解。あ、 100% 正解になってますね、今まで。で、続いてがプロトコル。はい、最近はネット上でもプロトコルって言うし、あと京都プロトコルとかっていうのでも知ってる人はいるんじゃないかなと思うんですね。京都議定書ね。そう、だから何かしらこのルール的なもの、外交儀礼とかさ、礼儀作法とかさ、ああいうのプロトコルって言いますね。で、次がイジェクト。はい、この外に出すやつですけど、あの E が外でジェクトが投げるんですね。初めて正解になったのこれ6回出てて初めての正解だって。よく CD なんかも使わないから、 CD プレイヤーのね、あの出すボタン、イジェクトって書いてあることありますよ。イジェクトボタン知らないですかね。続いてオフスプリング。2回目の出題で初めての正解になってますね。まあ子孫ってやつで、これは知ってる人は多いかなと思いますね。大学受験でも習うよね。スプリングっていうのはこう飛び出るっていうのなんで、まあ子供がこう飛び出るイメージを持っておくといいですね。だからオフスプリングって、これ単体でオフスプリングずって S つけないで、そのまま複数扱いになりますので、この辺が厄介です。あの子孫を表す
単語たちってね、語法が厄介なんだよね、結構ね。次が、ディモーション。はい、ディがしたモーション、ノートが動くなんで、こう書くとかってやつですね。3回目の出題で2回正解になってると。次、durable。ああ、これは知ってる人多いんじゃないですか。endure とかさ、duration とか during とかね、この期間を表す単語によく使う表現ですけど、だ耐久性があるみたいなね、ああいうので、7回目の出題で初めて正解、7回も出てたんだ、過去に。とか、初めて正解多いね、やっぱね。で、続いてが disclose。はい、何かこう明らかにするってですね。dis、話すとか否定、close。閉める、だから閉めるんじゃなくて開ける。6回目の出題で2回正解と。次が elegance。はいはい、これね、エレガンスと聞き間違っちゃったりするやつだね。ここ傲慢さみたいな意味のことです。4回目の出題で初めての正解。あ、やっぱ初めての正解多いね。うん、やっぱ勉強するときに過去の不正解選択肢を勉強していくってことがやっぱ大事なんだなっていうのを気づかされる回ですね、今回ね。次、incomprehensible ですね。はい、理解できないわけね。comprehend できない。それが2回目の出題で初めての正解とか、これも初めてだ。次が attentively。あ、はいはい、注意深くってやつだね。だからこの pay attention to とかって知ってるじゃないですか。あれですね。この注目側の意味です。出席する側じゃなくて。で、注目するっていうのは attentive。そういう形容詞が。2回目の出題で初めての正解。次が forefront。fore が前じゃないですか。front も前。まあそうか、両方前っていうのから来てるか。まあ第一線とか、この一番前の最前線のことを表しましたね。先頭とか重要部分みたいな意味ですね。これが初登場ですね。初登場でもういきなり正解になったやつです。はい、続いて forceful。ああ、はいはいはい。こう、強力なとかね。一色に、こう、押しが強くて、強引っていうので、あとは、説得力があるみたいなね、そういった意味でも使われる単語ですね。まあ、フォース、力があるので、分かったかなと思いますね。あとは、まあ、消去法でも、多分この問題を解けたなと思いますね。2回目の出題で初めての正解と。で、次が、レガシー、はい、遺産ですね。まあ、最近はね、レガシーっていう言葉使うようになったんで、日常生活でも。なんで、ちょっと知ってる人が多かったんじゃないかなとは思いますね。3回目の出題で初めての正解。次が、altitude、は、高度ですね。高さを表しますね。5回目の出題で3回正解。あ、これはよく出るってことだね。で、次が、modest。はい。よく使う、modest amount とかね。大きくないよ、多くないよ、とかっていう時に使うよね。あとは、まあ、人だったら謙虚なとかね。そういう時にも使う表現ですね。5回目の出題で2回正解になってます。次が、ユニフォーム。あー、形容詞で出てましたね。この同じのってですね、ユニが1じゃないですか。フォームが形で。4回目の出題で初めて、あ、これも初めてなんだ。続いて、アフェクション。あ、愛情の方ですね。はい。愛着とかの方ですね。これが3回目の出題で初めての正解になってますね。あ、初めてなんだ、これも。意外だな。続いて、バズ。あー、はいはい。バズるとかのあのバズですよ。はい、ブンブン言うね。バズワードとかってしますよね。名詞で出てましたね。はい。4回目の出題で2回正解。あ、4回出てんだ、過去に。ホールドアップ。あ、熟語ね。はい。こいつは難かったんじゃないかなと思います。まあ、だから、ホールドアップなんか持ち上げるみたいな意味は簡単なんだけど、盗む側、強盗する側、まあ、ショップリフティングとかってほら言うじゃないですか。あれも強盗する、リフト持ち上げるなんて覚えやすいんですけど、繋げるとね。だから、ホールドアップ自体は7回出てんだ。で、2回正解になっているんだって。で、ただ、前回出た時は、盗むの意味ではなかったと。今回コンビニエンスストアを襲っててね。あ、次、ジャンプアップ。あ、これはできてほしいかな。飛びつくっていうかね、それに、こう、そっちの方に飛びついて、OK です。はい、それやります。すぐにそれ受け入れるやつね。そのことをジャンプアップって言いますね。あ、ジャンプアップ4回出てて3回正解になってんじゃん。めっちゃ出やすいじゃん。え、次はフィルインですね。あ、フィットインウィズでちゃんと空欄の後ろ、ウィズ出てきてて、よく使うやつね。スケジュールと、を合わせるね。Fill in with your schedule とかってよく使う表現です。なんでまあできてほしいかな。これは3回出題されて2回正解と。最後は hand over ですね。まあこれを渡すわけです。hand over するわけなんですが、初出題ということで初めて。ここで初めてが多いね、やっぱり。どれぐらい出てたんだろう、初めて正解になったの。1、2、3、14。だから初めて正解になったやつが14もあるんですよ。すげえ。こんなに多かったの、初めてじゃないっていうぐらい多くない？やっぱ過去問はやっといた方がいいですね。過去に出たもので、不正解の選択肢だったやつも覚えておくと、だいぶ取れたんじゃないかなっていう印象ですね。これは面白い結果だと思います、このデータ分析は。なかなか、やりますね、英検。取らせない気満々じゃないですか、これ。ちょっと驚いてます。ただね、データ単やっとけば、正解はがっつり取れますから、まあ消去法やれば全部いけるでしょ。だって他の選択肢のやつはね、出てること多いからね。じゃあ実際にデータ単やってみましょう。これにはね、だって今回出たものもすぐに加わりますからね。そう、アプリなんで本と違ってどんどん追加されていきますから。じゃあ例えばどんな感じでやるかっていうと、今回じゃあ名詞やってみましょうか。Retreat 交代。Heritage さん。Advocate支持する。Exemption
エクセンプション免除。アサンプション。アサンプションは、で、フリクション。フリクションは、これ。ブレイズ。ブレイズ、火が当たるんで、ブレイズアラーム。ブースト。ブーストは、上げる。バインディング。バインディング、束縛。デフィセット。デフィセット、赤字。ランチ。ランチは、発射。サープラス。サープラスは、黒字。カブレッジ。カブレッジは、報道。アナトミー。アナトミー、解剖。エピデミック伝染。おいろいろとデータが自己ベスト、あ、もうめちゃめちゃ早く解いたってことか。なるほどね。見れるんですけど、一覧で。こういう風に、様々なところに飛ぶことができるんですよね。知らなかった単語が出てきた時に。で、僕は物書き堂っていうのが入ってるんで、物書き堂で、そのままこうやって飛べば、こうやって見れるんですね。で、そうすると僕、ジニアス英和大地に入ってるんで、ラテン語から来てるんだって。へえ、みたいなね。物書き堂の生育イディオムのとかだったりとか、用例ですね。例のところ見れるし、いろんなところに飛ぶことができるんですよ。オンラインの辞書、語源見たりとか。まあ、あと分かりやすいのは、この、Google のイメージ検索に行くことできるんで、そうすると火が映ってますね、こうやってね。こういうこともできるし、文の中でどういう風に使われるかなとかっていうのを知りたいときに、もちろん辞書もできるんですけど、ユーグリッシュ行けば YouTube 内の動画見れるんで、例えば TED トークが今回だと出てますね、これね。Really, really important. A lot of our surplus wealth goes towards museums, etc. We sometimes hear it said. っていう風に見れるんですよ。A government deficit becomes a financial surplus. っていう風にね、あ、ファイナンシャルと使うんだとかってね、分かったりするんですよ。コロケーションね。で、お気に入りの辞書選べんだ。じゃあお気に入りの辞書、物書き堂にしとこう。こうやってやれば、あ、いちいち選ぶことなしに、あ、一発でも行くんだ。なるほど、あ、新しい機能ついてる。お気に入りの辞書で一発検索。で、この D を押すと、はい、過去にどれだけ出題されたかというですね、はい、データを見ることができるんですよ。これがやっぱりデタタンのすごいとこですよね。90年代からありますからね、データね。これだけ出題されてるんだ。はい、なんでぜひともデタタンをですね、ダウンロードしていただきまして、iOS 版も Android 版もありますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、英検11級受けた皆様、お疲れ様でした。どうだったでしょうか。初めて見たとか苦戦したっていう人多かったのかなとも思いますし、まあ他のパートのね、ライティングとかも、まあもう実はいろいろ受け取って見てるんですけど、書いた人の感想等あったらぜひともコメント欄に書いてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。